ニューストピックスです今回は北国新聞の連載常務外音から全身性強皮症と皮膚菌炎多発性菌炎をテーマに文化部の岩上記者に解説してもらいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず全身性強皮症とはどういった病気なんでしょうかはい、えー、全身性強皮症は日本国内に約3万人いるとされ 40から50代の女性に多いのが特徴です、はい、この病気の患者の8割以上で初期症状として霊能現象が起こりますこの現象は冷たい外気にさらされたり冷たいものに手を触れたりしたときに指が真っ白になる症状ですその後手指のむくみが現れ徐々に指の皮膚が硬くなりさらに進行すると消化器や心臓腎臓肺などにも影響が現れます、うん、ではどのように治療するんでしょうかはい 免疫の異常などによって起こる病気なので腹腎皮質ステロイドや免疫抑制剤を使って治療します最近では全身性強皮症で見られる肺が硬くなる症状を抑える薬や自身の細胞を攻撃してしまう自己抗体を作る細胞を取り除く薬も登場し治療の幅が広がっていますわかりましたでは続いて皮膚筋炎と多発性筋炎これはどういった病気なんでしょうか はいえー、2つの病気はいずれも筋炎という名前の通り筋肉に炎症が起きることで筋肉に力が入らなくなったり疲れやすくなったりする病気です。例を挙げるとしゃがみ立ちが難しい階段を上りづらい洗濯物を干しにくいなどの症状が見られます。はい、一方皮膚筋炎の場合は筋肉の症状が現れないケースがあり注意が必要です。手の指の指関節背面に 赤紫色の発疹が盛り上がるように出てくるゴッドロン球芯というのは一見すると手荒れと勘違いしそうですがこれは立派な病気のサインですこのほかまぶたの腫れぼったい赤い斑点などにも注意が必要ですなるほどではそのほかに注意しておくべき点はあるんでしょうかはい。皮膚筋炎は患者によっては間質性肺炎や胃がん、肺がんなどを併発する場合があり早期発見が重要となりますどのような病気を併発するかは 採血によって見つかる自己抗体によってある程度予測が可能で、こうした検査によってより早く適切な治療を施せます。妙な手荒れや肌荒れを見つけたら、まずは皮膚科に相談しましょう。そうですね。見逃さないっていうことが大切ですね。そうですね。うん。また疲れやすいだけかもと思うのも、やっぱり何かのサインかもしれないから、そうですね。注意した方がいいですね。はい。はい。わかりました。今回は。 岩上記者にいろんな病気の解説をいただきましたありがとうございましたありがとうございました